こんにちは、佐藤ささらと申します。報酬でもらった夏の種を植えました。やはり畑は長方形の方が見栄えがいいですね。水やりは手動ですが、このくらいならいいです。それに引き換え、隣の畑ときたら雷雨の中、釣りタイム。宝箱はしっかり回収です。やった、マグロが釣れたぞ。こんなところでこんな釣り竿で釣るものじゃないと思いますが。で、宝箱の方は、お、金鉱石じゃん。鉱山ではかなり深くまで行かないと手に入らないやつも、宝箱からゲットできちゃうんですね。ふふふ、どんどん釣りの魅力にはまってゆく。今日はこんなもんです。おやすみなさい。お、釣りレベルが5になった。特化食が選べますね。これは、魚の売り値が上がる方で決まりでしょ。チョコレートケーキ、結構高値で売れましたね。と思ったらそんなことはなかった。夏の種、1個 55G ですって。春が 35G でしたから、お値段アップしてますやん。おはようございます。今日は何をしましょう、と思ってテレビを見たら、今しか釣れないレアな魚の情報が流れてきました。朝に海に行けばタコが、昼過ぎならハリセンボンが釣れるそうです。釣りレベルも上がったことですし、今日は釣りやるぞー。早速お出かけだー。あれ、どちら様？おはよう、ささら。今日は君にいいニュースがあるんだ。何日か前、この辺りの環境に関する研究で大きな発見をしてね。ほほう。技術的な細かい話は省いて、要点だけ言うと、君の牧場の西側に、小さな洞窟があるだろう？ありますね。あそこを活用すれば、私たち二人にとっていいことがある。つまり、あの洞窟を貸してくれと。洞窟の中を、地域の動植物が暮らしやすい環境にしたいんだ。そうすれば私は、特定の環境下で動植物を観察できる。そして君は、彼らが生み出すものを収穫できるわけだ。環境なんだが、キノコ向けとコウモリ向け、どちらにする？いや、まだ誰も許可してないんですけど。はぁ、つまりは、生産物はもらっていいから、生物を観察できる場所が欲しいわけね。じゃあ、キノコの方にします。了解だ。今から環境をセッティングするよ。そんなに時間はかからないはずだ。許可してくれてありがとう。だから拒否権なかったやん。さ、釣りだ釣り。タコさん釣れるかな？ダメでしたわ。うねうねでも掘って帰ります。ぬ、列車がスターデューバレーを通過しています。列車が通るような場所ってあったっけな？ああ、ここかな。しかしここって、鉱山よりも北側ですよね。どうやったらいけるんだろ？あ、そっか、鉱山の左の方にいかにも壊れそうなひび割れがあった気がする。あれがいずれ壊れるのかな。それまでは、線路の方には行けませんね。いつ行けるのかな、楽しみ。今納品できるものをすべて納品しに来ました。まずはブルヘッドとコイ。他二つは、季節が変われば釣れるかな。次に海の魚のティラピア。そしてここで痛恨のミスを発見。ウクヌシは全部売り払っちゃった。ウクヌシは春にしか釣れない感じなので、このバンドルは来年までクリアできないことに。続いて 5000G を納品。報酬は、作物の品質が良くなる肥料でした。次に、インゴット3種類を納品。宝箱からゲットした金鉱石で、インゴットの分は確保できちゃったのよね。報酬は、溶鉱炉でした。溶鉱炉を2台にして、精錬効率の向上が図れます。では次、地質学者のバンドルですが、これはファイアクリスタルさえゲットできればクリアできますね。確か、鉱山80回以上で登場するんだったかな。頑張って攻略しましょう。で、次の冒険者バンドルは、4つのうち2品目を納品すればよかったのでクリアです。報酬は磁石の指輪 S、アイテム回収範囲が広がる効果を持ってますが、すでに上位版を持っているのでいらないです。次は建築材料のバンドル。これは全部納品できますね。報酬は炭焼き釜、木材から炭を作れるそうです。別に石炭は足りないわけじゃないんだよね。あとは染め物のうち2つを納品して、以上。そのまま帰宅して、おやすみー。釣りの効果が素晴らしい。今日は何をするかな？アイスウリを見つけました。最近暑いですからね、いただきましょう。250円、そこそこリーズナブル。それであってエナジー回復もなかなか、いただきまーす。ほぼ全回復だ。
それ以外の取れ高ゼロだった。しょうがないので高橋をいじって就寝です。高橋パワーで今日もぐっすり寝れそう。今日は何かありますように。お、何かあった、メールだ。私の農場が新聞に取り上げられるの。すごいじゃないですか、あのへへ。でも、何の取材も受けてないんだけど、いいのかな。それと、新聞に取り上げられたら、どうなるんだろう。農作物が高く売れるとか。農作物といえば、今シーズン初めての収穫、唐辛子が取れました。唐辛子はシーズン終了まで毎日収穫できるんですって。カットしている間も鉱山崩落は進めていて、次が60回です。鉱山は20回ごとに区切りが設けられているみたいで、その直前となる回は必ずこんな螺旋構造になってるらしいです。まあ、螺旋の途中でもはしごが出現する場合もあるのですが、では、片付けるものも片付けて、60回に到達です。何がもらえるかな？クリスタルダガーという武器ですね。なんか、クリスタルが重いみたいですけど、普通のダメージは弱そうですね。まあ、今度お試しで使ってみますか。はい、もう夜になりました。まだ10時なんですが、エネルギーがないのでもう寝ちゃいます。